こんにちは、クルスです。本日はカップルにおすすめの物件特集はい、中央区の港にやってきました。駐車場も平置きでついてるので、大きな車をお持ちの方でも安心かなと思います。この奥も駐車場になっていますね。今も空きがある状況でございます。駐輪場も結構広いですね。まだ築3年なので、はい、綺麗ですね。共用部分です。自販機もあります。じゃあ早速上がっていきたいと思います。このチャンネルは福岡の賃貸物件、売買物件をご紹介しているキラリブがお届けしています。福岡での物件探しのご相談は LINE アットからお気軽にご連絡ください。はい、着きました。やっぱり港だけに風は強いですね。でも海が見えます。早速室内に入っていきたいと思います。ホワイトフローリングもおすすめのポイントです。海も明るいですね。カップルにおすすめの物件特集ということで2LDK にやってきました。もちろんちょっとね、お子さんが住むぐらいの広さはあるんですけれども、今回はちょっとカップル目線ということでいろいろとご紹介していきたいと思います。大濠公園から徒歩14分の場所にあります。福岡市中央区の港というところですね。築年数は3年です。早速回っていきたいと思います。こちらのリビングで、12畳あります。大体皆さんこのダイニングテーブルを置いて、小さいソファーを置いて生活されるんじゃないかなと思いますね。山ですなかなか中央区で山の景色が見れる物件って珍しいですよね。洗濯物を干しても誰にも見られることはないんじゃないでしょうか。この目の前のところが桜の名所で、西公園っていう公園があるので、歩いてお散歩がてらに春の景色を見れるいい場所ですよ。キッチンもいいですね。初めての童貞の方でもこう一緒に料理できるぐらいのスペースありますね。シンクも広めなので、フライパン2個ぐらいは置きそうです。食器も2人分に増えますからね。十分な収納力あるんじゃないでしょうか。この辺の収納もバッチリです。ちょっとまだ清掃前なので、これから綺麗になると思ってください。次、洋室に行きます。赤 7.1 畳の洋室です。開けて使っても良さそうですね。 7.1 畳と12畳なので、だいたいこの2つで20畳弱ぐらいの広さがあります。結構リビングが広めのところを希望される方多いので、ここ完全に開けて使えるのもすごくいいんじゃないかなと思います。こちらの隣が公園ですね。すごく環境がいいですね。ちょっと遠くに大内浜の海岸も見えます。この物件かなり収納が充実しています。シャンクリス収納が一つと、こちらがウォークスルークローゼットになっておりまして、すごい綺麗ですねやっぱり同棲で結構大事になってくるのは収納ですね。自分の服をどちらに置くか、どこまで自分の範囲にするかは戦いのポイントとなっているので広いことに越したことはないかなと思います。こちらを開けるともう一つの洋室があります。 6.2 畳の洋室ですね。でこちらのお部屋からは海が見えます。都市高速の目の前なんですけど、窓閉めてたらそんなに音はうるさくないですね。そしてこちら側に収納がもう一つ、同じ大きさのものがあります。他にお手洗いがあります。この棚も3段になっているので、掃除道具とかトイレットペーパーのストックとかも置きやすいかなと思います。こちらも脱衣所もかなり広いですね。この上にもいろいろ置けます。このスペースがかなり嬉しいですね。タオルを置いたりとか、下着を置いたりとか、なかなかこう一人暮らしだと別にいいんですけど、二人だとやっぱ脱衣所にいろいろ物が置けて、そこで完結できるのは嬉しいポイントかなと思います。ドラム式もバッチリ入ります。洗面台自体も結構大きめになっておりますね。ちょうどコンセントも二つに分けられて、もう二人で朝の支度が被った時もそれぞれでこう分かれながらできるので、これも喧嘩にならないポイントの一つかなと思います。カラリ床です。リクシルの浴槽ですね。うん。いい感じです。かなり広いですね。160センチぐらいまでだったら足伸ばせるんじゃないかなと思います。追い出しもお風呂自動運転もしっかりついております。2人暮らしになったら結構追い出し重要ですね。お風呂の時間が出れるので。さて9階水圧いかがでしょうか。水圧チェックを行っていきたいと思います。
こう80点60点以上が困らない水圧というふうに考えると結構強めの方かなと思います。ただちょっとシャワーヘッドちっちゃめなのでそこが広めがお好みの方にはマイナス20点かなっていう感じです。あとは全然問題なかったです。一周回ってまいりました。物件は、港の三丁目にあります大堀公園駅から徒歩14分ですね。 2LDK で築3年のお部屋でした。駐車場も1台ついております。とても景色が良かったですね。カップルでお住まいになるにはちょうどいいんじゃないかなっていうポイントがいくつかありました。テレワークとかの方も多いのでそれぞれ自分自身のお部屋が欲しいなっていう方も結構増えてるなっていう印象なのでこれぐらいしっかりと 2L で収納があるといいんじゃないかなと思いました。こちらの物件の気になるお値段は1万円です。かなりお得なんじゃないでしょうか。お二人でお支払いになられる方だと6万と5万ぐらいカップルの方でもいい感じの金額になるんじゃないかなと思います。福岡不動産チャンネル本日もご視聴いただきましてありがとうございました。キラリブでは賃貸売買の不動産情報を定期的に更新しております。いいね、コメント、チャンネル登録ぜひお願いします。はい、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。